こんにちは。大阪府守口市の総合生態サロンブリスの竹谷です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、こういったもの、年に何回かなんですけどね、ブリス通信というのを発行しております。それをですね、LINE された方にお渡ししてるんですけれども、ここにね、書かせてもらったことについてはお話しさせていただきます。既存患者さんでね、まだもらってないっていう人はですね、受付の方にバックナンバーを置いてますんで、よかったら持って帰ってください。この中のですね、自己治癒力強化法の勧めについてお話しさせていただきます。ちょっとね、ここの文章を読ませていただきます。何か体の不調を感じた時におすすめなのが自己治癒力強化法です。これは誰もが無意識に行っていることだと思いますが、厄介なことに人は弱い時に悪い方向に考えがちです。ぎっくり腰になった時に、もうこのまま歩けなくなったらどうしようと考えてしまうものです。これ本当に言います。患者さんで実際の多いです。頭が痛くなると脳梗塞だったらどうしようとか、みんなそうなのであなたもそうであって当然です。そんなお体の不調を感じているときこそ自己治癒力強化法を行ってください。至って簡単です。絶対に治ると自分に言い聞かせるだけです。熱が出てしんどいなら明日の朝起きたら熱は下がって仕事に行けると何度も自分に言い聞かせる。腰が痛いなら痛い部分に手を当て腰の痛みが絶対に治る。左手が痺れるなら右手で痺れる分に手を当て手の痺れが絶対に治るとすると自己治癒力強化法を行うのでは体調不良の改善度が全く異なってきます。本当だよ。皆様に最初にお渡ししたしおりの中にも同じことが書いています。痛みを考えていると完全にゼロにないならない限り、まだ痛いと痛みに取りつかれます。良くなっているところを考えていると、気持ちも楽になり、治癒力も上がります。私もよく行っています。以前のニュースレターにも書きましたが、もう何年も体調不良で仕事を休んだことはありません。その秘密は日頃の体のメンテナンスと自己治癒力強化法を行っているからです。病は気からと言われますが、本当にその通りです。ちなみに、この自己治癒力強化法とは、私が勝手に言ってるだけですので、検索しても出てきませんし、何の根拠もありませんので、あしからずということですね。これね、何のこっちゃって思うかもしれないですけども、これ本当にね、事実としてあります。例えば、ぎっくり腰で動けない状態で、この動画を見ている人やったらね、ぎっくり腰は必ずなる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 。明日、仕事に行けるぎっくり腰は治って、明日、仕事に行けるようになる。みたいな感じでね、自分自身にね、何度も言い聞かせるんですよ。だから、翌日朝ですね、ぎっくり腰、まあ完全に治っていることはないんでしょうですね。普通にですね、歩けるようになって、痛みがありながらでも仕事に行けるようになっています。で、熱があってですね、ああ、明日やばいな、っていう状態ならば、先ほどお話が、させてもらった通り、完全に、熱が下がって明日は仕事行けるようになると。まあ、完全に熱は下がらなくてもですね、仕事行けるぐらいの体調にはなっていると。いうことっていうのはこれ本当にあります。その逆ですね、これが一番大事なポイントなんですけど、これをね、本来はやってほしくないから言うてるんですけどね。ああ、ここ痛い、痛い、腰痛い、うわ、どうしよう、明日が、仕事行けるかな、このままやったらどうしよう、行かれへんかもしらん。って考えないでほしいですね。熱があると、うわ、しんどい、もたもらんわ、とかですね、慢性の腰痛の人でも、ああ、もう腰痛い、もうたもらんわ、痛い、ああ、もうなんかの動作のために痛いって言うてる人ね。これ、なかなか治らないです。痛みに、取り憑かれてます。常にですね、もう、こうしたら痛いっていうのが脳に取り憑かれてしまうんですね。ですので、なかなか治らないです。ごめんなさい。電話が鳴ったんで、一旦、休憩、中断します。